はい、物語ももう終盤っすね。多分シークエンス12が最後のシークエンス。最高存在再生。なんか踊ってる人いるな。花？これはロベスピエールよ。あいつは今日を最高存在の祭典としたの。国家の美徳と市民の献身を称える賛からしいわ。何か聞き覚えがある。テンプル騎士団の教義に照らして言えばこれは緩い解釈よ。俺では奴に近づけないぞ。ここは引いて別の機会を待った方が。アサシンらしい考え方ね。今回は私に任せて。ほう、一体どんな？テンプル騎士団流よ。ちょうどの民衆がおるところが安全地帯になっとるな。なんか女率が高いな。ロベスピエール万歳！ブラボー！リュウ万歳！神とはロベスピエールを暗示しているに違いあるまい。馬鹿げた華やかさね。大丈夫？オッケー？オッケー、オッケー。ただ歩くだけ。ここまで。花火。どうする？難攻不落よ。ロベスピエールの警備が厳重で近づくのは不可能。そう言ったろう。でもかつての人望は失ってる。粛清や最高存在信用を落としてやれば彼は終わりよ。大観衆が見ているならうってつけだ。その通り。危険な人物と思わせることができれば彼の権力は揺らぐはずよ。何か証拠が必要ね。俺に考えがある。ん？来るか。後でね。私も準備があるから。公園に向かう。テントを調べる。ここら辺ギリギリじゃな。ここはギリギリセーフ。めっちゃ見られてる。ああめっちゃ人いっぱいおるな。あいつら邪魔じゃな。ちょっとこっちの方から入ろっか。おい待てよ。見えない。クソ。まあクソ。大丈夫。おい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 、もう外からも見られるんか。なかなかむずいな。もう外におるやつらも邪魔くせえな。
大丈夫、見られてない。一体どこにいる。隠れているはずだ。周囲を探せ。そんな、まずい。よし、これだいぶ減らしたな。あいつら邪魔じゃな。やばい。やばい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 。よし、戻っていったな。ちょっとあいつ邪魔だな。神から見たぼることを良しとする王など想像しなかった。王の馬鹿に勝ち残って我々を繋いのめ。嘘、見られとった。もうクソ。おい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 。強いなこいつ。落ちて。もっと早く追いつくぞ。戦ってるね。じゃあその隙に。その隙に。さて、不利な。もう。マジか。ああもうめんどくせえ、めんどくせえな、クソ。あーめんどくせ、全員倒そう。早く行け。よし、すっきりした。全然アサシンらしくなかったな。フランス革命の報告、読むのがめんどくさいぞ。探しているものとは違う。背景、共和国の救済者であるあなたに
今度は私の兄の救い手になっていただきたいのです。手段の正当性よりも英雄的行為にとらわれた愛国者に捕らえられ、今も。違うんか。もっと強烈なものが必要だ。伝票。メルラム、タリアン、ブルドン、どれも国民航海の代名詞だ。これはライバルたちを処刑台送りに従っている男が記した政治家のリストだな。よし、これならいけそうだ。敵が全然いね。危ない危ない、いたいた。自慢が世にはびこるのを主は目にした。エリスと話す。あ、金を壊しとこう。エリスと話す。いたいた。どう？名前のリストだ。国民航海の代議士50人分、ロベスピエール直筆で全員と対立した。紳士の皆さんの名前が読み上げられる瞬間が楽しみね。では。ロベスピエールはワインを持ってきてるみたいよ。衛兵の気をそらして考えがあるの。衛兵の気をそらす？よし。何をすりゃいいん？あ、あれか。お、向こうからも。どうしよっかな。レピーヌが殺された。バレた、やっぱりな。遅すぎる。クリスと話す。もうめんどくせえな。おい、そうだ、お前だ、バカ。不道徳なものには容赦なく。何があったんだ。夢じゃない。アンドレ！クソ！どうなる？幕閣よ。幻覚を引き起こして
名前のリスト。また相手に気をつけて。匿名でね。私たちの関わりはジェルマンに知られてはいけない。それは俺に任せろ。仕掛ける。悪霊が吐き出し、フランス国中を覆った怪物はついに無へと変わる。ロベスピエロは自由と慈悲を語っているが、多くのものを処刑台に置く。こういうことね。ダントンが生きてたら悲しいものと交互に動く。王は人類を抹殺しようとついに企んできた。もしも彼らが彼らの罪に巻き込む目的で迷信を用いて神聖を行うことがこれ以上できないなら、罪のみを味方にして、心身にふさわしくない行為、神を消したろとするだろう。人々よ、彼らの暴行などもう恐れるな。彼らがこの世界を創造主から引き離すことなどできやしない。不運なる者たちよ、もう危険地域じゃないとこが少ねえな。再び天に目を向けることができるのだから、祖国の英雄たちよ、諸君らの惜しみない献身はあからさまな愚行などではない。マジかよ、もう諸君らを根こそぎ消し去ることなどできない。見ろ、ウヌゴレアが気取って。誰であろうと、これで結構自体が動きます。酔っ払ってるね。我々の敵が共和国から駆逐したいのは何よりも知恵である。知恵のみが帝国の繁栄をより一層強固にするものだからだ。我々が革命の敵のリストに行ったと。50人もいるぞ。やりすぎだ、ロベスピエール。これで崩れていく。かわいそうに。次は待つの。少しだけ。ロベスピエールが民衆の支持を失ったらジェルマンの役には立たない。そして彼に見捨てられたら行こう。行こう。ん？急に人が消えたな。はい、続きいきましょう。ロベスピエールの失墜。伝言は受け取った。どうした？ロベスピエールの信用を落としすぎた。どういうこと？どうした？彼が逮捕されたの。何？マジか。彼が国家の敵を粛清すると脅したせいで、委員会が彼に反発したの。リュクサンブールの監獄に護送されてる。朝には処刑されるでしょう。なら助けに行くぞ。独裁者ロベスピエールを倒せ。ありはギロチンと共に。自由の国でロベスピエールと共に。なんか悪いことしたな、ロベスピエールに。一体何が。国民衛兵のロベスピエールの護衛ね。彼を見失ったら慌てるのは早い。何が起きたか調べてみよう。なんか人がいるぞ。どうした？大丈夫か？エリス、何があった？やられた。パリコムーンの部隊に襲われた。奴ら囚人を逃がしてた。ロベスピエールは？わからない。取り残された。撤退した。あっちだ。ありがとう。意思を見つけるんだ。もし捕まってるならリュクサンブールの監獄でしょうね。あるいはここらで身を隠している。市民に追われている身では遠くには行けない。監獄に行くわ。あなたは暴動を追って手がかりを探してみて。ああ、全然ラストっぽくないけど、こんなんなんかな。生存者と話す。ピエールさんどこおるんな。
ょっと新聞を取ろう。もうなんで一時ジャンプすんねん。上から探そうか。マジどの辺おるんだろう。範囲が広いな。全然見当つかんぞ。ここら辺で人が倒れとる。あれ、なんか死体がいっぱい。ってことはこっちの方か。あ、いた。大丈夫か。ロベスピエールはあっちに連れて行ったぞ。人殺し。お逃げを。独裁者め。援軍が到着するまで持ちこたえます。君たちこそフランスの英雄だ。捕まえろ。ピコ。早く行け。何か分かっているのか。その干からびた小さな動物なんかじゃ。やってみろ。普通の強さ。そうです。逃げ場ができない。今も当然だ。反逆かい。やばい。早く。やばいやばい。割れてる割れてる。ありがとう。本当に助かった。さあどうぞ中へ。公開の兵士がすぐ来ます。そうだな。君なら安心してついていける。めっちゃ敵に見つかったんだけど。ああ、よかったよかった。犯罪者、ロベスピエールを守ろうとするその行為によって、今、パリコミューンは、うわ、めっちゃ敵いるな。公然反逆罪に問われていることを告げる。今回の指揮下にある兵士が裏切り者ロベスピエールと同志の部署を捕まえるために駆けつけました。兵器が取り戻される間、市民たちは外出を控えるよう警告されている。ロベスピエール、市民の間を潰してやる。そしてその同乗者の兵士が、ちょっと減らそう数を。よしよしよし。毒ガスあんま効かねえな。倒されちゃったか。外した。
たわんか。敵の数減ってくれんかな。毒ガスが思いのほか効かないんだよな。お、だいぶ減ってくれたな。よし、あ、クソ登れんか。おお、そっちまで登らんでええぞ。あっ、こが開いてるな。まずちょっとターゲットを特定せんとな。マジか。どこにいんのよ、ロベスピエール。あ、いた。やばいやばいやばい。鍵破り。めっちゃ敵おるな。いたいた。やばい。なんで、あ、当たらんの。なんで狙えんのんな。またバレたか。悪くない。だが必ず捕まえる。おい、逆にしてどうだ。
大丈夫大丈夫。ジェルマンはどこ？エリス。あまり時間がないわ。ジェルマンはどこ？話すものか。なら帰って。おお。なるほど。タンプル島ね。革命の正義をせいぜい楽しんでね。エリスひでえな。